本当はヒロではなくヒロパパってあの地元で呼ばれてるんで、子供がいるもんで、はい、7歳と5歳ですね。やりますね、はい、英才教育です。あのいつもはしてるんですけど、今日はちょっとしてこなかったんですけど、あのいつもはあの左手の薬指と小指にマニキュアを塗ります。それはあの薬指と、まあま、あの左手にマニキュアを塗ってるとこう気になるじゃないですか。こういつも普段してないんで、と あんまり利き手の方にこう変に集中しないようにというか、まあ、気を紛らわすためにやってます。まあ、本来であれば余裕たっぷりで打てれば一番いいんですけれど、あのやっぱり追い込まれると集中していくんで、あのどこうなんていうの、負けない気持ちっていうか諦めない気持ちがすごい強いんで、あの追い込まれると強くなります。はい、楓秀一郎頑張るぞ。パパ頑張ります。